ジャカルタの独立広場にあるヌサンタラを金色で表した地図。サバ、サラワク、ブルネー、東ティモールが含まれている。ヌサンタラはインドネシア語でインドネシアの当初群を表す言葉である。ヌサンタラはもともとコジャー語で列島を表す言葉だった。マレー語ではヌサンタラはマレー世界に近い意味で使用されている。ヌサンタラという語は百三十六年に ガジャマダによる誓いから取られたもので、コジャワ語による記録書パララトンやヌガラクルタガマに記されていることが確認されている。ガジャマダは強力な軍事指導者であり、マジャパヒト王国の最小として王国に繁栄をもたらした。ガジャマダはスンパパラパと呼ばれる誓いを立てた。これはマジャパヒト王国の栄光のもと、ヌサンタラすべてを征服するまで更新料を含む。 あらゆる食事を摂取しないという誓いである。今日、インドネシアの歴史家は、ヌサンタラの概念は1336年に、ガジャマダにより初めて生み出された概念ではなく、1275年に、シンガサリ王国の王、クルタナガラにより、国連バラマンダラダバイパントラとして生み出された、概念ではないかと考えている。ダバイパントラは、当初群を表すサンスクリットの単語であり、 双方の単語に含まれるディービッパとヌサはサンスクリットで島を意味する。この用語は東南アジアの東諸群を表す単語として使用されていた。クルタナガラは中国本土の元朝の拡大に対抗し、シンガサリ王国を含む東南アジアの海上王国の同盟を視野に入れて用いられた単語である。ヌサンタラはパララトンの記録にあるジャワ語の単語である。 ジャワ語では、ヌサンタラは、外部の島を表した。マジャパヒト王国の概念にのっとると、王国は大きく分けて3つの地域に分かれていた。ヌガラー軍、本国。これには首都及びその周辺地域が含まれる。マジャパヒト王国においては、この語である。マンチャヌガラ、ヌガラー軍の周辺地域。これらの地域は、直接、ジャワの文化の影響を受けた地域だった。 マジャパヒト王国においては、ジャワ島全体とマドゥラ島、バリ島、ランプン州やパレンバンといったスマトラ島南部が含まれる。ヌサンタラ、ジャワの文化の影響を受けていないが、マジャパヒトに調工を行っていた地域。マジャパヒト王国においては、現代のインドネシア、マレーシア、シンガポール、フィリピン、ブルネー、東ティモール、タイ南部といった地域全体を含む。 スティアブディが定義した、現代のヌサンタラ・エルネスト・ダウェス・デッケルは1920年に、インドの言語からの借用語を使わずに、自国インドネシアの名前を導入した人物で、スティアブディという名で知られている。これは、パララトン写本で記述されて、以降、初めて、ヌサンタラという単語が使用された例である。スティアブディにより導入されたヌサンタラという語の定義は14世紀に、 使用されていた当時とは、用語の定義が異なる。マジャパヒト王国時代においては、ヌサンタラは征服した属国を表す言葉だった。スティアブディは、そのような挑発的な意味を込めることはせず、ヌサンタラを、西はサバンから東は村奥まで全てのインドネシアの地方を包括する、語として使用した。パラパの誓いがなされた当初のマジャパヒト王国は、 現在のインドネシアの領土よりもずっと広大な領土を収めていたものの、この誓いは後に現代のインドネシア共和国が単一国家となる、方がになったものである。今日のインドネシア語では、ヌサンタラはインドネシアの当初軍、もしくはインドネシアの領土、領海を表す言葉となっており、この意味においてヌサンタラという用語には、マレーシアやシンガポール、ブルネイやフィリピンは含まれない。 一方、マレー語においては、ヌサンタラは、マレー諸島やマレー世界を表す言葉となっており、インドネシアやシンガポール、ブルネイやフィリピンを含む言葉となっている。ロシアモスクワ大学のヌサンタラ研究センターでは、ヌサンタラに含まれる地域の歴史や文化、言語や政治などの研究を行っている。ありがとうございます。